ケーマン諸島海マンアイランズケーマン諸島は西インド諸島を構成する諸島の一つ。イギリスの海外領土であり、グランドケーマン島、ケーマンブラック島、リトルケーマン島の3島からなる。人口は57,570人で、首都はジョージタウン。詳細はケーマン諸島の歴史を参照1503年5月10日、クリストファー・コロンブスの4度目の公開中に発見された。 無人島であり、岩と間違えるほど、たくさんのウミガメがいたことから、スペイン語でウミガメを意味するラストルトガスと命名された。しかし、発見当時アメリカワにも多く生息していたことから、カリブインディオの言葉でワニを意味するケーマナスという名で呼ばれるようになり、それが現在のケーマンの名の語源になっている。1655年に、 オリバー・クロムウェル率いるイギリス海軍がスペイン領だったジャマイカを奪い、1670年、マドリード条約でジャマイカと共にイギリス領となった。ケーマン諸島の最初の住民は、クロムウェルの海兵であるウィリアム・ボーデンで、ボーデンタウンという入植、あとはナンパ船の船員などと言われている。その後、海賊がケーマン諸島に侵入し、 ケーマンブラック島にある洞窟に財宝を隠したと言われ、ロバートルイス・スティーブンソンが書いた宝島のモデルにもなったと言われている。1961年に西インド連邦が結成され、1962年にジャマイカが独立するまでは、ジャマイカとケーマン諸島は一つの植民地として統治されていた。2004年、ハリケーンアイバン及びケーマン諸島地震により被害を受けた。 西からグランドケーマン島、リトルケーマン島、ケーマンブラック島ケーマン諸島は自治権を持っており、18歳以上の者に対して選挙権がある。議会は4年ごとに改選される。社会政策は全くと言っていいほど充実しておらず、福祉国家以前の野景国家であるなどと言われることもある。詳細は、ケーマン諸島の法を参照ケーマン諸島は、それ、自体独自の法域である。 ケーマン諸島はジャマイカから北西約3 0トルに位置し、グランドケーマン島、ケーマンブラック島、リトルケーマン島の3つの3五礁の島からなる。ケーマン諸島の行政区画を参照ケーマン諸島は6地区に分かれる。ケーマン諸島の経済も参照ジョージタウンケーマン諸島は西インド諸島の中では生活水準が高い。主要産業は観光で古くから スキューバダイビングの名所として知られる。タックスヘイブンであるためオフショアバンキングも盛んで、ここに資産運用会社や特別目的会社を置く海外の金融業も多い。しかし租税回避やマネーロンダリングに、K、マン法人が使用されることも多いため、OECD は、K、マン政府に対し透明性と実行ある情報交換を2005年までに実現するよう要求している。 2010年には英国のシンクタンクにより世界第34位の金融センターと評価されている。空港はグランドケイマン島のオーエンロバーツ国際空港がある。ケイマンブラック島にもジェラルドスミス空港という空港がある。リトルケイマン島はエドワードボーデン飛行場があるが一般の道路が滑走路代わりに使われており小型機でしか着陸できない。多くは イギリスの白人とアフリカ系黒人との混血のムラートで50%を占めている。あとは黒人が30%、白人が20%である。宗教はキリスト教のプロテスタントが85%を占める。公用語は英語。電圧は110ボルトで周波数は60ヘルツ。プラグの形状は A タイプ。ありがとうございます。